どうもうずです。今日は 3DS のソフトでうずさんがこの3月の月末にちょっと遊びたいと思ってるソフト、その体験版をダウンロードしたので、その画面とあとは感想を言わせていただきたいと思います。はい、でそのゲームというのがこちらです。 Nintendo 3DS のソフトでシアトリズムドラゴンクエストというソフトです。でこちらシアトリズムってファイナルファンタジー前回は出していたんですけど、非常に人気があって売れたソフトでございます。で今回はそのドラゴンクエスト版が出るということで、うずさん体験版を早速ダウンロードして今ちょっと遊んでみました。曲の方は2つだけプレイできるんですけど、どちらも好きな曲なのですごく満足度高いです。ちょっとプレイしてるところをさらっと見せます。で音楽の方はすいません、やっぱりあのドラゴンクエストなので1回オフにさせてもらってます。で最初にあのチュートリアルみたいなものも入っています。こちらでちょっと試してみましょうか。でこちらもちろんタッチペンでもボタンでも操作の方が快適になってます。ちょっとうずさんは今回ボタンでやってみます。あ、スライム出てきましたね。これでですねこちらに、よいしょ、あ出た。ですねこのようにちょっと下に操作が出まして、タッチペンの場合とあとはこちらボタンでの操作が出ています。こういう風に、よいしょ、よいしょ。チュートリアルもすごい親切なので分かりやすいです。で実際に試してみましょうということで、こんな感じで非常に快適に遊べます。で下にちゃんとキャラクターのねヒットポイントとか出てるんですよ。タイプがもう一つあって、さっきのがねバトルなんですよ。で今回フィールドでボタンを押しながらこちらカーソルを動かして画面を進めていくっていうゲームです。まあねすごくねキャラクターが可愛くていい感じです。で体験版の方はこのドラゴンクエスト3のフィールドの曲と、こちらドラゴンクエスト5の戦闘の曲が入っています。両方とも非常にいい曲で、体験版としてはすごく良さを味わえるようになっています。でその曲にも普通と難しいと激ムズとあって、うずさんこの普通と難しいはちゃんと S とか SS ランク取れたんですけど、激ムズは途中で死にました。すごい難しい。で本当にシアトリズムこのドラゴンクエスト非常に面白いので、うずさん3月26日に正式に発売みたいなんですけれども、まあうずさんの場合は多分パッケージ版で買ってダウンロードのやつをね SD カードに収めようと思うんですけど、これは非常にいいかなと思います。うずさんは買います。で公式サイトの方もしっかりありますので、気になる方はうずさんのね動画の下のとこリンク貼っときますので、ぜひ公式サイトも見てみてください。ドラゴンクエスト好きだったらね結構欲しくなっちゃうよ。でツイッターの方でちょっと写真載せたんですけど、うずさんこのシアトリズムせっかくねドラゴンクエストのいい音聞いてゲームしたいので、音響のこのポータブルアンプこれを利用してアナログケーブルで出力してます。確かに音の方は結構変わりますよ。あの 3DS に直接このヘッドホンを直付けして聞くとノイズみたいな音がザーって入るんです、少しね。でもこの音響のポータブルアンプこちらを間に入れて音を聞くと音がすごくクリアになります。やっぱりね音専用のアンプですからすごい効果はあるんだなって実感しました。ありがとう音響さん。ということで本日は 3DS のゲームソフト、シアトリズムドラゴンクエストを紹介させていただきました。ではまた別の動画でバイバイ。でもこのシアトリズムドラゴンクエスト10の曲も入ってるみたいなんだけど、うずさんドラゴンクエスト10だけはねあんまりやってないんだよね。やっぱりねうずさん世代ぐらいの人だとねドラゴンクエストのロト伝説ぐらいの曲が一番ねジーンとくるね。